皆さんこんにちは京都第3選挙区支部長宮崎健介です次の衆議院候補予定者として現在京都3区伏見区と向こう市長岡京市大山崎町で活動をしております現在31歳昭和56年1月17日生まれで若い力でこれから日本を再建していきたいと思い日夜努力をしております皆様どうぞよろしくお願いいたします 私は平成19年から26歳の時から会社を立ち上げまして大学生の成長の支援をしてまいりました年間に5,000名ほどの学生たちと接点を設けまして年々若い人たちがだいぶ元気がなくなってきている自分の将来に夢が持てなくなってきているそういう現状を肌で感じましてこの状態が続けば日本の未来が危ない日本の未来をなんとか明るくしたいそう思いまして この国政にチャレンジすることを決意いたしました幸いにもこうして自民党の次の衆議院候補として京都から立候補させていただきますことに本当に光栄に思っておりますし責任を十分感じながら全力でこれからも頑張っていこうと思っています先ほど申しました若い世代が元気がないということでございますが今の日本本当に多くの問題が山積しています経済の問題もそうですが年金医療 介護、それから外交、国防の問題、様々な問題を結局誰が支えていくかといえば、私たち現役世代はもちろんのこと、これからの次世代が自分たちの足でしっかりと立ち上がってやっていかなければならない、そういう状況があるわけです。従いまして、私はこれから若い世代への投資をもっともっと増やすべきだと思っております。若い世代、これまで見てきましたけれども、例えば学生の起業家という存在がいます。 彼らは大学生のうちに自分たちで会社を立ち上げ、社会を変えよう、日本を良くしよう、世界を変えていこう、そういう思いを持って日夜頑張るわけです。資本金もわずか10万、20万でやっていくわけですが、3年、4年経つと、なんと驚くことに、10億円、20億円の企業にまで成長する、そんな可能性が彼らには秘められています。若い世代の投資、これは10倍、20倍だけじゃなくて、 千にも一万にももっと無限大にも広がっていく可能性があると思っていますこれからの閉塞感のあるこの日本を打破するためにも若い世代を我々が育てなければならないと思っております私自身もまだまだこれからでございますが若い世代の代弁者として日本に明るい未来を作っていきたいと思っておりますどうぞ今後とも私宮崎健介全力で頑張りますのでご支持ご支援のほど何卒 よろしくお願い申し上げますありがとうございました